あれ、皆さんどこにいらっしゃるのですか。白樺の森です。戻ってきてください。嫌です。じゃあ今日は何の元だか教えない。それ違うじゃん。ちょっとこれ皆さん見てください。何、ここにポンって置くじゃないですか。うん、これわかる。え、何、めっちゃちょっとずつ取れてるじゃん。これすごくない。すごいけどすごくないように見える。いや、これですごくない。これでいい感じの形作れば自由なものが作れるようになるんだよ。そして置けるの。見て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 、ほら、置けるんだ。置けるの。作り方は簡単で、じゃあ皆さんに、例えば丸石と棒をあげるんですけど、丸石を真ん中の左で、棒をど真ん中にやるとこんな感じにゲットできる。ちょっと待って、もう分かんない。早えよ。早えよ。真ん中の左に丸石を置いて、で、で真ん中に棒。なるほど。真ん中に棒。おお。ゲットした。すげえ。そうすると、ストーンチーゼル。初めて聞いたこの英単語。チーゼルだね。わかんない。へえ。ちなみにこれストーンだからあれよ、銀とか金とかでもできるよ。いろいろできる。なんか他にもいろいろねアイテムあったんだけどよくわかんないから、とりあえず、うん、あ、うん、作業台が、え、作業台壊しやがった。あ、やばいやばい、壊します。作業台ぶっ壊れてる。壊れた作業台になって。なんかめっちゃ跳ねてんだけど、仕方ねえ、作業台のやつ乗せてあげよう。なんか伸びてる。なるほど。これ作業台壊したらどうなんだろう。確かに。壊します。え、壊れた状態なんだけど作業台。え、すげえ。え、すごいね。え、でこっちにじゃあちょっと置いてよ。え、置くときになんかゴーストみたいなのが見える。ほんとだ。そしてゴミだけ残るっていう。なんだこの作品は。いらねえゴミ。あ、入れないじゃん。入れないじゃん。なんでだよ。なんでだよこれ。邪魔くせえ、破壊だ。ほら。おっ、すげえ。まとめて破壊できんのか、一マス破壊できんのか。そういうことね。じゃあこれも、じゃああれか、このゴミも、これも一気に、おお、大破壊できる。なるほど。え、待って、しかもさ、やばい、その回収したゴミの形のまま置けるんだね。いくよ。すごい設置。おお、すごくね。これオブジェ、これやりようによってはめちゃくちゃ面白いんじゃないか。やば。まあただのゴミ製造機だけど。ちなみにね、これだけじゃなくてね、まだなんかねアイテムあるんだよね。あ、そうなんだ。こんな感じに置くと、来た、レンチみたいなのがゲットできるんだよ。ほら、あ、ほんとだ。おお、これ何わかんないのかい。見たところ、なんかネジを回すアイテム。そうだよね。あ、わかった、回るんだ。回転か。え、じゃあこれのオブジェに対してやってみるよ。はい、おお、お、来た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 。すげえすげえすげえすごい。なんか乗ってる。ほら、回転する回転する。すごいけどこれ何に使うの。ゴミ。ちょっとそろそろ遊びはこの辺にして、作業してみる。やばいよ。本当にそうだよ、何もしてないからね。ちょっとさ、食料がねやばいよね。食料どこに置く。どこにしようか。この辺、人参とね、じゃがいもがある。田んぼ作りたいよね。あ、田んぼ、確かに。ここら辺に田んぼ作る。オッケー、じゃあクワだ、クワ。じゃあペントはこのチーゼルだけで整地してください。無理じゃね。そういえばさ、前回の動画でさ、ここの拠点の名前を募集したんですよ。あ、そうだった、はい、いろいろ来てたね。いろいろ来てた。なんか一個いいなって思ったのが、はい、鬼ヶ島。鬼ヶ島決定。いや、早い。待って、それぞれ良かったもの一個あげる。オッケー。これゴラランドが良かった。ゴラランド。
ララランドみたいなね。そうそれ響きが良かった。チャイネタヌキ。くわまあ鬼ヶ島で、鬼ヶ島でもない島じゃねえんだよな。鬼ヶ山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 にしよう。いずれ。通称ガヤマ。ダセー。え。秘宝。うわ。どうした。農業ができません。凍ってない。凍った。え、じゃあこれアイススケートできんじゃん。アイススケートできる。え、アイススケートできんじゃん。スケート場にするか、ここは。スケートリンクでしょ。スケートリンクの名前ゴラランドにしようぜ。ゴラランド。なんか違うか。それはご自由にどうぞ。オッケー。スケートリンクの名前をゴラランドに決定します。たくさんのご応募ありがとうございました。誰も応募してねえんだよ。あ、わかった。はい、室内に作ればいいんだ。温室よ、温室。あ、天才か、お前は。ビニールハウスか。じゃあ今日の目標は温室を作ること。そうしよう。そしてちょっと飾ってあげよう、さっきのチーズルで。あ、地味に僕スイカの種持ってるぞ。お出た、お最小限の反応シリーズ。省エネ反応シリーズ。コスパよく生きる。カバの呼吸って考えたんだよね。うちの方はえ、カバしぐれ。ちょっとかっこいいんだけど。カバの呼吸、うちの方カバしぐれ。うわあ、どうした。今何が起きた。うやばい。やばいことになった。どうしたのかな。すっごいこれで壊して、でこっちの石、ちっちゃい石の方にして左クリックすると、ほら、つまりその残った具材が全部バラバラになるってことか。チーズルのね、体力を全て使い切った今、速攻で。あ、一気にやるってことか。ううこと。なんで俺感圧板を今置いたんだ。え、感圧板じゃない、板になった。なんで。あれあれ。ちょ見て、なんかどうやってやったのかわからないけど、おしゃれな板になった。なんかこれおしゃれなインテリア作れそうじゃない。頑張ればいけそうだよね。このもっと奥が深いな。奥深いね。よし、畑完成しました。やった、来た、イエーイイエーイ。なんか気持ち悪い像できてる。結構いいのできてきたでしょ。いや、これすごくない。怖すぎでしょ。カカシ？カカシカカシ。なんでこういう風になるかは分かんないけど、うん、二度とこれと同じものは作れないけど、なんかできた。ほとんどのカカシを作るか。じゃあカカシ選手権ということで。オッケー。カカシ何でまず作るかだよな。俺は もちろん白樺で勝負。うわ、こいつ凝ったことやり始めたよ。時間かかるぞこれ。うわー、ええ、ちょっとさ、オルトボタンを押してみて。オルト。そう、このチーズルを持ってるときに。え、なんか選べる。すげえ。なるほど。かっこいい。あ、ライン。あ、ラインで一気にいける。これシングルビットプレーンが平面ってことか。あー、なるほどね。一面取れるのか。やば。あ、そういうことか。この元奥深すぎないか。奥深すぎる。この元だけでシリーズもの作れるぞ。すごい、これ夢のような組み合わせで作業台と白樺の共演ができる。これマジで紙モッドなんじゃないか。無限の可能性があるよね。できたかい。できたよ。いや、園長のやつやば。
出た。すごっ。すごいね。ちゃんと顔になってる。これはタイトルは何ですか？タイトルはもうお手上げ諦めて白旗で、こっちはペントのやつ、これです。なんか汚ねえカバゴーストスケアクローっていうタイトルですね。これはカバの幽霊のカカシです